あちゃん、お疲れ。なんすか、こんなとこに呼び出して。ソイ八いうところやねんけど、そこのね、ちょっと入ったところの、これちょっと読まれへんねんけど、ちょっとおすすめのお店で、これちょっと晩飯行こうかなと思ってるけど。あ、おすすめなの？おすすめっていうか、まあちょっと、まあある某 YouTuber さんが、うん、ちょっと約500円で食べれるステーキっていうので、めちゃくちゃ安いやん、それやってたんで、ただまあステーキ食べてみたいんで、ちょっと行ってみようかなと思って。食べちゃいましょう、ステーキ呼んでるし、行っちゃいましょう、うん、はい、行ってみよう。でね、多分ね、値段が安いから多分これなんだよ。160バーツ。あ、これ？このステーキ？ステーキかな？うん、これ160バーツ。はい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 、はい。これがサブ力18の3インチが3480円。いや、おすすめなんやな。おすすめやな。160バーツのね、ステーキが、まあ、約500円が美味しいと評判やから、まあ、それ頼んでみて、まあ、ちょっとあと他軽く頼んでみよう。ちなみに何やな、牛なんか豚なんか。あー、スキズミアライカ、あー、ビーあー、ビー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 、あー、じゃあこれワン、え、でもビー、え、この160バーツのビーフのステーキがおすすめな。おすすめ、おすすめ、おすすめ、おすすめ。すごいな、うん、豚のステーキだね。130バーツでついてくるか、130バーツで、ありえないっすね。ここはレストランなの？バーミヤなの？バーとレストランが併設されてるらしいわ、すごい、すごいね、すごいね、うん。じゃあ、まあ、とりあえず今日一日お疲れ様でした。ゆっくりです、食べましょう。じゃあ料理来たんで、そっちか。これのビーフバッデカない？ビーフでかいね。これで160バーツやな、うん、でポークがこのサイズで130バーツ。じゃあちょっと、すごいな、めったに俺 T ボーステーキ食べへんけど、まあ、先輩のおすすめやってことで一回ちょっと食べてみようか、うん、場所的にもええしな、まあ8だからね、でちょっと出れば海すぐ見えるしね、まあもうサンセットがめっちゃ綺麗や、うん、じゃあちょっといただきます、ーソースつけて。肉でそんなに言うなんてね、珍しい、うん、これうまいわ、これ入れちゃうかな。で、このポーク、もう一回お値段は130バーツ、日本円で、400円弱、400円ちょっとくらいか、うん、ちょっと牛の方もいただいていい？あ、いいよいいよ、全然食レポしてみて。じゃ牛の方もちょっといただいちゃいます。はい。ちなみにこの牛の方はソースってのは何よ？うん、バターで炒めてるだけやね、普通に。ソースはなし？ソースなしで。じゃあバターつけて。はい。ほぼねえじゃん。すいません。はい。まあ、マッツンの主観になるけど、どっちがあり？テリリッ、テリリッ。どっちがポーク？ポークがポーク？まさかの。ポークやな、これポークだよ。ナイフが？あ、ビールね。どっちなんだい？あ、ポークかい！ポークはありなんや。ポークが。テイキュー。恥ずかしい。俺は。いや、多分好みがあるかもしれんけど、俺は豚の方がいいわ。あ、そう。じゃあ。
牛はめっちゃ硬い。まあそうかな。多分日本の国産牛食べてたらしんどいな。ブルジョワか。ブルジョワがいますか。ブルジョワではないけど、牛はやっぱ国産じゃない。いや全然違うね。めっちゃ硬いね。オッケー、まあでもどっちも500円以下で食べれるからね、うん、ありっちゃ500円以下で食べれても俺は牛は食べへんけど、あこっちがおすすめなんですよね。超硬い。オッケー、じゃあじゃあ、 あの日本で国産牛食べてる人はもうぜひポークを食べてほしい。じゃあもう俺も食べたいから。めちゃくちゃ美味しいポークマジで、超おすすめや。ええー、やん、とこ知ってるやん。企画ぶち壊しだよ。誰こんなとこ知ってんの。それは世の中インターネットで見たんだよ。インターネットで、まあ、すごいもんな。いろんな YouTuber がタイの動画アップしてるから、まあ、すごい参考になるよな、うん、あじゃあまたまあそのほんまにその動画がほんまなのかっていう、うん、でもね、うん、ここね検証していけたらそれはそれで面白いな。はい、いただきます。はい、うまいわ。おう見てください、もうこれ T ボンステーキだけに T どうしてくれんねんかな、この病気どうしてくれんねん。いやめっちゃ美味しかった、ごちそうさまでした、うん、でも本当に感触珍しいね、うん、ソースもダンスかも。そうタイ来たらほぼタイ料理ばっか食べてるから、うん、なかなかこの T ボンステーキ食うとうまいってなこと今までなかったけど、ここはまず超おすすめ、うん、皆さんもぜひパタヤに来られたタイはセーラーバーで夜の結構遅くまで開いてるねんか。3時までかな。朝はもう早い。朝は10時には空いてたと思うけどね。まあまあそれぐらいから夜、まあ、12時超えても空いてるみたいなんで、お腹減ったなと思ったらぜひセーラーバー来て、ステーキ豚のね、豚の方ね、何回言うねん、食べてもらったらいいんかなって僕は思います。じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。